はい、ということでよろしくお願いいたします。お願いします。ですね、2015年の新年が明けて、まず何かお話ししようかということで、これからちょっと考えてはいたんですけども、今年というのは私が思うに、スピリチュアルな年になるかなと思ってます。このスピリチュアルな年っていうのはどういうことかというと、簡単に言うと、技術、接客、それ以上に気持ちの気遣いがちょっと必要な年になるかなということです。実際に、ちょっとしたことでこうクレームになったりとか、怒ってしまうお客様とか、そういうことがただちょっと最近、起きていますので、ちょっと特にそういうスピリチュアルなところに焦点当てのものがちょっと必要になるかなと考えております。それとともに、冒頭に言いましたように、新しいことを、何かしないといけないかなという年かなと考えております。それは、お客様も今までのメニューとか施術とか、ものにはこうもうなんかマンネリというか、飽きてるところがあり、何かこう本当に目新しいことをしていかないとなかなかこう値下げをするだけみたいな感じになってしまって、要するにそうすると、あまりこう成果が上がらないという ことになってしまいますので、そういった意味で新しいことをちょっとする必要があるかなと思います。具体的にどうするかというのはまたその店長会等を通してお話ししたいかなと思いますので、この部分はちょっと、飛ばさせていただきます。ということで、今回の話のポイントとしては、昨年もお伝えしたんですけども、積極的な言葉遣いをしましょうという、ことです。で、去年はですか、お疲れ様ですという言葉ではなくて、その代わりにありがとうございますという言葉を使いましょうとか、要するになるべく日常の、生活の中、あと仕事場の中でも否定的な意味合いが含まれる言葉をなるべく使わないようにして、積極的な言葉、ポジティブな言葉を使うことで、使っていきましょうということです。それはどうしてかっていうことをちょっとこの後説明していきますね。はい。私事ではあるんですけども、約20年ぐらい前に、アメリカに、行きました。都合5年弱ぐらい向こうにこう行ってたんですけども、その時に、向こうではその積極的な言葉、ポジティブな言葉を話すように心がけてたっていうことなんですね。でどうしてかっていうと、アメリカにこう行ってるわけですから、弱音を吐いちゃうとか疲れたとか参ったとか嫌になっちゃうみたいなこと言ってると、もうそれだけでもう何て言うんですかね、こう生きていくのが辛くなっちゃうみたいな、そういう状況でどっかにこう逃げるわけにもいかないし、ね、日本に帰ってくるって言ったってそんな飛行機に乗ってすぐ帰ってこられないので、それな気持ちをどう克服するかっていうところで、ポジティブな言葉しか使わないように心がけたっていうことですかね。で、あとはその英語に関してマイナスな言葉っていうのがあまり分からなかったので言えなかったっていうのがあるんですね。アメリカ人と会話をしていて、どうだって言われれば元気ですとか大丈夫ですみたいなことしか言ってなかったから、それが逆に自分自身にいい影響を、起こしてたのかなと思います。で、そんな中でそのプラス発想のポジティブな言葉をずっと使えて続けていく中で、自分自身 その運勢が良くなってきたんですよね。健康状態とかもそうなんですけども、ラッキーなことがこう起こるようになったりとか、そんななんかこう不思議なことが、起きてきた感じです。ちょっと今テープに撮ってるんで具体的にあまり実名は出せない感じなんですけども、実際にそういう自分自身体験をしてきたので、そんなバカなって思うかもしれないですけども、試しに、24時間そのネガティブな言葉を
発しないとか、ポジティブな言葉だけ発するということをなんかちょっとやってみると、それをちょっとでも体験できるんじゃないかなと思ってます。で、その中で、まあ、1日できたら次は2日続けてやってみるとか、その期間をどんどん伸ばすことで自分の中でその弱音を吐かなかったりとか、プラスなことしか言わないとか、そういうような状態、精神的にプラスになるような状態に持っていけるんじゃないかなと思います。で、まあ、一つこう例を出しますと、そのアメリカに行くと、ね、具合が悪そうな人でもこう大丈夫かなんてこれ声をかけてくれるんですけども、アメリカ人、まあ、私が感じるアメリカ人の人の考え方的には、大丈夫かってこう、ね、聞くけども、どう見ても大丈夫じゃないような状態の人もいるわけなんですね。まあ、事故に遭っちゃった人とか、なんか転んで頭打っちゃって痛そうだみたいな人とか、そういう人に大丈夫かなってこう聞く時もあるんですけども、大丈夫かって聞くと、大体大丈夫だって言い返す人がほとんどなんですね。でもそれは多分その人の体の状態とか、そういうことを聞いてるんじゃなくて、あなたの気持ちは大丈夫ですかっていう、こう心が折れてないですか、しっかりしてますかっていうことを聞いてるのかなって思うんですよね。なので、まあ、例えばこう、ね、転んで腕を折っちゃったりしてとか、頭をぶつけて痛いみたいな感じでも、大丈夫ですかって聞かれた時に、大丈夫ですよってこう答えるっていうことは、なんかそういうことかなっていうのはちょっと自分の中で、感じたことですし、その自分自身の中身が大丈夫ですよっていうふうに答えるようにするといいかなと思います。で、まあ、先ほど冒頭にも、言ったように、今年はその随分そのスピリチュアルな時代にちょっと入ってくると思いますので、大体仕事をする上で、実力、まあ、実力っていうのは大事なんですけども、その他に大事なのは努力っていうのが大事なんですね。実力があっても努力しなければうまくいかないし、実力があんまりなくても努力していけばなんとかなるんですけども、実力と努力と、あともう一つ大事なのが、運勢っていうのが大事なんですね。だから、まあ、知り合いの人とか、いるかもしれないですけども、実力があって努力もしてるのにうまくいってない、なんかこう失敗ばっかりして、なんかこう実力があっていいんだけどなんかうまくいってないような人って、こう周りによく見かけることもあると思うんですけども、その実力と努力にもう一つ重要なのは、やっぱりこう運勢っていうのが結構大事なんですよね。本当にこう間一髪の差で事故を免れたとか、正月ね、イオンに行ったらたまたま駐車場がすぐ入れたとか、そういったものってこう運勢にこう入ってくるんですけども、その運勢っていう、まあ、運勢っていうのは、まあ、簡単に言えばこうラッキーっていうことなんですけども、そのラッキーっていう運勢を高めるのに、まあ、先ほどから言ってるように、その積極的な言葉遣いっていうのが、必然的にちょっと重要になってくる感じです。で、私自身も、そうですね、そのなるべくプラスな言葉を使おうって思い出したのは15年ぐらい前からなんですけども、まあ、自分自身そのアメリカで、積極的な言葉を使うことでどんどん運勢が良くなって、いい結果がどん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 、うまく出てたので、まあ、それは自分の中でもだいぶ定着してると思うんですけども、まあ、やっぱり皆さんにもこう成功してってもらいたいと思いますし、実力があって努力してるのに全然なんかうまくいってないみたいな人も中にはいると思うんですが、そういう方は、なおさらやっぱり運勢を、高める必要があると思いますので、まずはやっぱり言葉遣い、積極的な言葉を、使い、ネガティブな言葉を一切言わないように、考えないようにするっていうのが、大変重要なことなんじゃないかなと思います。で、大抵のことはこう努力すればなんとかいくので、そこの運勢のところで失敗するのは大変もったいないと思いますから、そこのところを意識して、皆さんは、ちょっと明日からこう生活してもらえると随分こう違った感じになると思いますので、まあ、それを実際実行して、なんかいいことが起きてきたよみたいなことがあれば、私の方までまた報告してもらえれば、
情報共有としてまたみんなの前でお話しすることもできるかと思いますので、いいかなと思います。はい、それでは時間のようですので、これで終わりにしたいと思います。